こちらの舞台ももうだいぶ古いものですけれども、八王子はまあ、空襲があったので、建物が建って70年ぐらいだそうでございますが、この舞台も釘を使わないで、トンって踏みますと発狂するように昔のお能の舞台のように下に紙が置いてあって反響板にするような、まあ、昔のものでございます。当時はここが待合といいまして京都でいうお茶屋でございますね。お料理を仕出しで取って芸者さんを呼んでっていうその待合形式が私が参りました30年前でも11軒稼働していたこの通りだけでもですね、そういう賑やかなところの名残でございます。早かずね、早坂社長のお話もございましたように八王子はうんと少ない芸者さんですけれども、なんとか、残していけたらなと思っています。